よし。一応、一週間ぐらい泥抜きを。気が。はい、ここでね、この味噌を。はい、こんな感じで、できました。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。まあ今日こんな感じで生活感のある中での撮影になります。で、今日のネタなんですけど、まあ前回もね、やりました。こちらです。川にいるクズガニって言うんですよね。まあ地方によったら、ズガニとかツガニとか、北海道だったら、北海道の川の毛ガニとか、なんかいろんな名前があるんですけど、今回このね、川で取れた、まあ、いただいた、ケンさんからいただいたんですよね。ケンさんからいただいたカニを、今回は、茹でるんじゃなくて、郷土料理、カニの、かけ汁ですかね。をちょっと作ってみようかなと思います。結構なんか手間かかるみたいで、なんかサバイバル的な感じがちょっとわかんないですけど、ちょっとやってみようかなと思います。よいしょ。一応、一週間ぐらい泥抜きをしまして、今こんな感じになってます。まあ、泥抜きなんですけど、普通に水道水でも大丈夫らしいです。ちょっと。一応、洗っておきますね、のために。お、電気、おっと。これから、ちょっと締めます。締め方なんですけども。よし。これを、この別にね、取ってあげるということです。はい、続いてはですね、この綿棒で潰してあげます。かなり時間かかるんで、ちょっと根拠を入れてやろうかなと思います。こういう感じでやります。はい、ここでね、この味噌を入れていこうかなと思います。はい、こんな感じでできました。こんな感じで溶くような感じで
はい、でこれ先ほどの入れていただきます。こんな感じになりました。おー、よかなと思います。よし、野菜も鍋ですね。見た目がね、あれですけど、ご了承くださいませ。じゃあ早速いただこうかなと思います。いただきます。これです、初挑戦。おお、今ね、これカニ味噌ね、ちょっと見た目がちょっとね、あれでしたけど、うん、カニの出汁が効いてますね。鍋の最後の締めみたいな感じで、出汁がかなり凝縮してるような感じですね。うん、うん、こんな感じです。本当にカニ雑炊みたいな。うん、うまい。というわけで、今日はこんな形でお送りしました。まあ、そのシーズン的には、まあ、秋ぐらいが、まあ、稲刈りの時に、このモクズガニが取れるっていうことなんで、また、来年ですね。また、ぜひ来年皆さん、挑戦してみてください。もしかしたらまだ売ってるところもあるかもしれませんので、ぜひ、お願いします。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。